シュートボクシング対キックボクシング対抗戦大将戦達治対岸戸弘樹。投げ技決め技そんなの関係ねえ。達治入場。S の申し子が復活ののろしを上げる。宍戸弘樹入場。根拠のない見切り発車ではないことを祈ります。さあ宍戸弘樹10ヶ月ぶりのホームリングへ。本日のメインイベント、シュートボクシング対キックボクシング対抗戦大将戦3分3ラウンドを行います。青コーナー174センチ 70.0kg K1 マックス2007日本代表トーナメント準優勝アイアンアックス達治。赤コーナー174センチ 69.35kg シュートボクシング日本ウェルター級王者シーザージム宍戸弘樹。シュートボクシング2007年 M 総シリーズその4、いよいよメインイベント対抗戦の大将戦を迎えます。シュートボクシング日本ウェルター級王者は宍戸弘樹、対するがアイアンアックス達治。さあこの戦いはぜひ吉高さん伺いましょう。ついに宍戸登場です。そうですね、まあ、あの非常に強豪で厳しい相手なんで、はい、1ラウンドとにかく大事にいってほしいですね。そうですね、はい、そして春菜ちゃん、はい、ぜひ伺いましょう、はい、どんな気持ちでしょうか。あのインタビューさせていただいた時の顔と、はい、今リングにこうやって上がっている時の顔も全然違いますね。そうですね、はい、野獣になっているような。さあ一つバックを叩いてからの第一ラウンドです。左を軽くインローを放っていきました。ロングスパッツ宍戸弘樹、まあ、K1 のリングでのあの敗戦、それが果たしてどこまで引きずっているか、それを断ち切ったのか、負の流れをこの試合で断ち切ることができるか。左、はい、吉高さん、戦いとしてはやはり達治選手がまずこのパンチ強いですね。そうですね、パンチでは絶対打ち合いはもう当然するべきではないし、はい、今のように距離取ってね、1ラウンドペース取られてもいいですから、蹴りで、ステップアウトしたいですね、はい、今の形でいいんで、うん、蹴りで攻めるとしたらどの部分を攻めたらいいんですか。基本的にはミドルですね。ミドル、ローキックで足非常に頑丈な選手なんで、達治っていうのは、腕を突き上げて、左のボディーブロー、左のハイキックは左、画面もらった、これが来い。まあ、この戦いの前に尾形選手にうわーってパンチが襲ってくる。右のローキック、左のミドルキックです。まあ、尾形選手に話を聞いたら、まあ動きは以前のリズム、こう非常にテンポのいいリズムに戻ってきていると、うん、しかし全ては彼は宍戸ハートなんですと。ハートがどこまでできているか、それを出せるハートになっているかどうか。ちょっとぐらついたボディ、右のフック、吉田さん厳しいですね。そうですね、今の宍戸がブロック固めてるんで、達治がボディ攻めてきてるんですね、うん、ボディとあと左フックなんで、ちょっと左より見えないですね。テンプルもらった、ちょっとぐらついた、今度はボディ、ボディでガードが下がると、そしてパンチが顔面を襲ってくる。今度は顔面強引にボディだ、上下打ち分けます。もちろん拳で達治。でも春菜ちゃん、本当体つき見ても一回り、二回りぐらい違いますもんね。インナーマッスルを鍛えていたっていう。あ、そうですね、宍戸選手は。まあでも、たきました自体はやっぱり骨格が立つんですもんね。背中の広さが違います。ボディ、ここはマッスル、インナーマッスルの成果が果たしてこの数ヶ月で出るのかどうか。ボディストレート、吉田さん、ここまでどう映りますか、宍戸の戦いは。宍戸はね、1ラウンド取られてもいいんで、ポイント、ダウンがなければ1ポイントだけなんで、はあはあ、うまいこと、達治をできるだけ使いさせたいですね。なるほど、はい、まあ、当然、達治も慣れないルールであるから、いつもとは違うはずですからね。そうですね、今ちょっとね、打ち切り流行ってるんで、ジャンもらい始めてるんでね、達治が。とりあえず、ここのラウンドは宍戸としては勝負、辛抱ですね。残り時間30秒です。うっと、右のローキック、達治が出してくる、ガードが怖い、よく見ています。まあ、時間を使ってしっかりと間合いを取って、
右のロールに下げます。しっかり膝を上げてガードしている。ここは届かないか。これがジャブ。残り時間が間もなく10秒になろうとしています。達治がしかし冷静、じわじわきます。ジャブで一つ止めました。足をしかし左から今度右の蹴りにつないでいきます。第1ラウンドはしのいだと申し上げましょう。そうですね。さあ、吉川さん、まあ、いろんな心配ももちろんあったと思います、はい、特に緒方選手も言ってましたが、そのハートがどこまでできているか。そうですね、ただ今までここ数戦負けてる試合は1ラウンドもしくは2ラウンドの前半ですね、はい、1分あたりでダウン取られてるんで、はい、そこを超えれば、ね、ダウン取られなかったということで精神的に非常にこう解放されるんでね、そこでグッと精神的に強くなるかな。なるほど。そういう意味で最初もポイント取られていいんで、残りの 1.5 ラウンドで攻めるつもりでいいんで、僕はそういう攻めしかないかなと。前半達治選手とパワーあるんでね、前半打ち合っても絶対勝てないですから。ということは2ラウンドの最初、まあ、前半分どうしのげるか。そうですね、半分しないで、あとその2ラウンドのあと半分をどう攻めるかですね。矢原ちゃん、はい、すごいこの、まあ、復帰戦と言っていいんですけども、すごい相手ですね。やっぱり達治が強いから。そうですね、今日もじりじり攻めてくる感じしますね。やシュートボクシングは、まあ、このシドにとっては復帰戦と言ってもいいでしょう。その戦いにとんでもない相手を用意してきます。さあ2ラウンド、この前半をどうしのぐか。過去の K1 での戦い2ラウンド前半までで倒されています。その時間を過ぎれば精神的にも楽になる、そんな話が吉高さんからアドバイスありました。ヒントがありました。うわー、しかし1ラウンド怖いぞ。ここは前を取って達治が剛腕を振ってくる。だんだん振ってくる。インドしっかりガードを固めています。エルボーでブロック、ストレートも放ってきます。ジャブ、やっぱり春菜ちゃん、こうトラウマのようにね、こう2ラウンドの前半まで倒れるとっていうのがあるんですね、きっと。やっぱりリングに立ってみないとその感覚っていうのは分かりませんね。そうですね、そこさえしのげば、気持ち的にリラックスしてくれれば。さあ1分経過です。まもなく右のローキック、しかし達治も来る。達治も間合い許しません。常に当たる距離、右出しました。バックイン、ボディ左、左、左、打ち抜いた。ダウンしました。効いてますね。効いてる、効いてる、タッチが効いてる。吉井田武史も立ち上がる。いっぱいいっぱい左を取られている。左ミドル、アッパーも絡める。いやいや信じられない。ここでストップ。与田さん、いかがでしょうか。今行った方がいいですけど、ただ返し怖いんで、ちょっと蹴りで散らしたいですね。なるほど。一回ハイキック切りたいですね。ここでどれだけ冷静になれるか。そうですね、ハイキック。僕的には飛び膝がいいかなと思ったんですけども、ちょっともう立つ今、後ろ下がってるんで、はい、ハイキックですね。いや、ハトちゃん、まさかパンチで、タツジからパンチで取るとは。今のね、だいぶこうハート的にも強くなった気がしますね。ちょっとこれでもローブローのダメージがかなりありますね、タッチ。ここはドクターも入りますね。ちょっとタッチ選手、ね、大丈夫でしょうか。まあ、ちょっとが頭のダメージ自体もあったので、タッチとしてはここで、その両方回復させたいところです。いや、吉川さん、改めてこの2ラウンドの立ち上がりからちょっと解説してください。そうですね、前半辛抱だったんですけども、途中で、タツジはね、パンチじゃなくてローキックのパターン変え出したんですね。ローに変え出してローをカットされ出したりして、まあ、それでちょっと距離が空いたんですよね、そこに静岡がスイッチしてサウスポーからの左ストレートですね、はいはいはい。まあ、なかなかね、静岡サウスポーの左ストレートなかなか出さないんですけども、まあ、ヒットしたの僕の経験で初めてな見たんで。そうですか。まあ、でも運の持ち主ですね。あとでもそのしっかりステップをこう使えるっていうのがこう戻ってきたっていう言い方もできるんでしょうか。そうですね、やっぱ試合ってね、人間ってやっぱ調子づくとかあるんで、ダウン取ると急に元に戻ったりするんです。昔の自分を思い出したりするんで、今いい感じですね。ただ、このラウンド倒さなくていいんで、丁寧にいってほしいですね。春菜ちゃん、あの一発でポンと思い出すですね、調子良かった頃。どういう流れになる
しょうか。立ち上がりましたね、谷口選手は。ここは辻選手らしい感じですけどね、はい、今大丈夫、ありがとう、大丈夫ですかっていうことですね。さあ、達治の勇気も称えましょう。試合再開です。バックスイン、左ミドルキック、ボディフックに切り替えた。ボディフック2つ、今度は顔面に。さあ、吉坂さん、この後ですね。そうです、ボディ強い。ここね、ちょっと回復してるんで、今ちょっと指示とは丁寧にいかなダメです、ね、左もう一つ入れた。あ、切れましたね、切れましたね、ありましたね、カットありますね。切れてるんで、指示とジャブでいいんですよ、ジャブで。なるほど、切れてるんでジャブですか。おー、目の下がカットがあります。ここでドクターチェックが入る。大丈夫でしょうか。今パンチで切りましたね。いやいや、鋭利なナイフのような指導の左。達治の右の目の下が、下からカットがあります。出血が始まりました。はい、なんとなくこうでも少しずつダメージを与えて、少しずつそれとともに自信を戻しているような感じがするんです ね、 そうですね。表情から もう勝利勝ち取ったというような表情が見られます ね、 すね。大きく吸って大きく吐きました。それを繰り返します。この戦いを赤コーナーの奥で尾形が見つめています。ちょっと深いですかね。ドクターチェックが入っています。第2ラウンドも残りは1分切っているようです。試合再開です。試合再開です。さあ、メインの大将戦となりました。青いグローブが達治。 K1MAX 日本代表トーナメント2年連続のファイナリスト。その K1 では2連敗、宍戸。ここは前蹴りです。冷静です。達治、リンのローキック。宍戸が追い込んでいる。パンチを顔面に集めていく。ボディ、ボディアッパー。残り時間20秒切ります。あ、今度は逆サイドの回転のバックスピンキックを見せました。ボディアッパーも絡める。左ミドル、はい、左のフック顔面に行く。ジャブは宍戸。ボディから顔面、最後またボディに切り替え、タッチ左。ここで第2ラウンド終了。壮絶なる第2ラウンドでした。いや、春菜ちゃん、いかがでしょう。第2ラウンドいろんなことがありましたね。もう濃い試合になってますね。濃いですね、本当に濃い、はい、吉川さん、はい、この2ラウンド踏まえて3ラウンドへ向けてぜひどんなところを見ていきましょう。そうですね、あの左のサウスポースイッチしてからの左ストレートですけども、今見てると右ストレートを必ず打ち返してもらってるんで、左フックを、今こうあの後半2ラウンド あのラスト20秒ありましたけど、ジャブと左フックと左ミドル、左だけでいいですね。右打ったら打たれるんで左1本でいいですね。あと右打つんなら右のバックキックだけですね。あ、なるほど、さっき一度見せた、右ストレート打つとね、あのブアカウンの時も尾崎の時もそうですけど、必ずダウン取られてるんで、右は基本なんでね、左だけで今日いいです。右はいらない、はい、まあ共に経験豊富なコーチ陣もセコンドにつきます。チャンの激を受けて達治、いや、想像を超える壮絶なゲーム、壮絶な戦い、壮絶なバトル、バウトになりました。中央は達治、インドを放ちます。左の攻撃を中心に出しています。宍戸、宍戸の左ミドル、左のリードジャブ、左ミドルキック、宍戸アッパーだった。クリアク、危ないですね。聞いてますか。いや、あのね、ダウン取った後ってね、妙にタフになる時あるんですよ、こう人間って不思議なもんでね、それっていうのは全部メンタルから。そうですね、心が、あの体を動かす時ってあるんで、その状態とかちょっとやっぱ感じ上がってますね、今までの。すごいですね。あー、バックスピン、あー、これはドローだー。ちょっと今相当苦しそうでしたね。まあ、もちろんバックスピン、結構強引にやったわけではないので、ですが、
辰司選手ちょっと苦しそうですね。そうですね、バックスピンを出すとやっぱり入りやすいんですか。そうですね、体が回っていく。確かに出しに入りやすいのもあるんですけど、はい、ちょっと圧力をされてるんで見てないで蹴ってるところがあるんでね、そこは達人の凄さじゃないですか、ね、逆に凄さが指示の焦りで正確性を、失ってるというかね。吉高さん、ちなみにこのライズのデドアライブトーナメントで2004年菊池選手が取りましたね、はいはい、この辰司選手が2005年取ってるんですね、はいはい、そして2006年が尾崎と、はい、なんとなくこう因縁をシュートボクシングとも感じる、そうですね、そういう意味ではうまくこう絡み合ってる構図というかね、そうですね、作ったようになってますね、まあ、ある意味今日指導の復帰戦と言っていいでしょうけど、その相手に手を挙げるべくして来てくれた選手かもしれませんね。そういう意味合いでは、そう感じますね、ちょっと苦しいかな。続けますか。もう再開しますね。ね、試合再開です。3ラウンド残り時間が2分ほどあります。今度は左足前の構えです。しかも先ほど1つダウンを奪ったのが右足前のサウスポーにスイッチしての左の攻撃でした。左からの達司の左の攻撃が怖い。パンチを顔面に集めていきます。達司ボディフック、ボディフック、左のミドルキックは指導ロー。達司ミドル、間合いは近い、リードジャンプから右のロー、いやーパンチ右捉えます。吉坂さん、間合いが空いた後また再開ですもんね。そうですね、ちょっと若干ダメージ回復してると思うんで、とにかく宍戸は堅実にジャンプでいきたいですね。達司フック狙ってるんで合わせよう、やはりここも右の攻撃は出すべきではないと。そうですね、右だ、やはりフックがいいんで、どうですか今のところは達司選手効いてるんでしょうか。いや、効きはしてないですけど、ちょっとポイント取られてるって感じですね。これも取られた。今指導強い左の攻撃、右のローキック、指導は下がりません。全て左が入ってるんで、もう右いらないですね。そうですね、フェイントだけでいいんで、右はガードに接して、接して左、左一つ入れた、左のアッパーも絡めていく。しかし達司も返す。達司の剛腕は一発で倒せる。達司もリードジャブからアッパーだ。ヒットはしていない。左、達司も左を使っていけるバックスピン、まあ、意識してた若干高めのバックスピンでした。リードのジャブ、おお、バックハンドブローも放ち込んだ。右回転のバックスピンキックを放ちます。アッパー、残り時間が少なくなる、間もなく10秒になろうとしています。さあ壮絶な戦いだ。一つダウンを期しているのが達司。達司は倒しにかかる。宍戸も宍戸を倒しに来るか。残る時間が少ない。タイムアップ。右の拳を高々と突き上げる宍戸ひろき、勝利確信か。いや、原田ちゃん、これまずファーストインプレッションいただきましょう。どういう戦いでしたか、感じましたか。いや、なんかこうハートがまた一つ強くなったような気がしますね。会場から拍手起こりましたもん、今自然発生で、まあ、しかしドローだった場合は延長ラウンドが無制限で用意されます、はい。さあ、ここで両選手が中央に呼ばれます。選手中央にジャッジ平29対27赤コーナー宍戸、ジャッジ和田29対28赤コーナー宍戸、ジャッジ2人ついに宍戸ひろき、長い長いトンネルから脱出です。
さあこれまず春菜ちゃんに伺いましょう。はい、いやもう一言おめでとうございますと言いたいですね。この相手に勝ったっていうのも大きいですよね。さあ吉高さん、はい、本当に、ね、去年も若尾に敗れた後も厳しいコメントも先輩からありましたけれども。そうですね、やはりねもう今日も右ストレートは鬼門ですね。もう右なしで試合したら神がかった試合ができるような、そんな希望を与えてくれた試合ですね。そうですね、まあ、でもまさかタッチからダウン取るとは思わなかったですね。今日は本当にありがとうございました。お地獄の底から這い上がってきました。志戸裕樹、どん底を知った男は強い。さあこれからの志戸裕樹第2章がここから始まります。